わかる、それ。わかります、わかります。元旦と元日の違いとか。ああ、そうです、そうです。有名なのが郵便と、あと、あの、あ、違う、貯金と預金の違い。ああ、あれですね、郵便屋さんのやつでしょ。あの、ちょっとチラッと言いましたけど、郵便屋さんのやつ何なんで今私郵便屋さんのやつって言ったの。聞いたって言ったよね、ドラマ CM。これだけ持ってきといて。何それ何それ、がっかり。ドラマ CM を、ね、持ってき忘れてるんですよね。まあ、それでもずっと字は持ってるんだね。あの、ずっと持ってますよ。ページ開けて待ってるからね。ずっと、そうです、付箋までしますからね。ご主人様、じゃあちょっと置いとこう。ご主人様ね、あのね、あの、貯金と預金の違いって分かりますか。分かりますか。うん、自分分からんかったくせに。3、2、1、はい、時間で。ですね、はいはいはい、郵便局に預けるのが貯金、うんうん、貯金、はい、銀行に預けるのが預金です。あ、そうですよ、そうですよ。悠々白書のドラマ CD は勉強になりますよ。みんな聞きましょう。ダウンかい。吹っ飛ばされた私、また進行表なくなった。横にあるやん。これは私横にここ、イエーことごとくなくなりますからね。あのな、一つもう一つ言って、やっぱその5時、あのな、いつもあのウォッチもらってるんやけど、はい、椅子の前にガッ止めたらいって言うこれ、0.3 秒で止まってますよ。すごい。すいません、今何分ですか。今から始めようと思う。はい、ミラクル、いつもミラクル、ラビラビミラクル。ありがとう。はい、というわけで、ね、気を取り直して始めようか。貯金と預金の違いね、見守ってもらったらね、きっと職場で明日使えますから。そうですよ、ヒエが言ってたって言わないダメですよ。言わなくていい。言わなくていい、そんなところ。あ、なるほど。もう私もどこまで話したか忘れてしまったよ。大変大変、なくしてまう。自分いらんやんな。あ、もういないよな、明日ぐらいだから。じゃ、なんかね、今空で言えるセリフとかある。そういえばそんなに好きなんだったら、あの、一つ私がテストしてやるよ。なんか、いいパンチだった、おめえ、すえな、ずしゃーっとこですよ。わかりますか。まず最初にスラグマにシチュエーションを紹介しよう。シチュエーションを紹介しよう。難しい、難しい、難しくないよ。テレビって難しい。あのね、ユウスケとさっきのジンっていう人が戦った時に、うん、あの、負けた時にそういう風に、うん、あの、言うんです。ジンがね、ジンが負けた時にね、そう言いながらパタって倒れて負ける、負けが決定するっていうシーン。そうなんですよ、そこのね、簡単やんか、ね、今ずっと、ね、3行で済んだね、3行で。あ、難しい難しい、もっと熱く語らこう、シュラシェプーケーみたいなところ。あのさ、一つさ、はい、あの、気になってることがあったんだけど、はい、これさ、なんでさ、ビデオマルヒって書いてある。ああ、そうそうそう、いいところに気づきましたね。これね、いっぱいマルヒ書いてあるんですよ、これ。あの、テレビで、なんでそんなにマルヒが、テレビで、ね、消されるなとか、親に実は隠れて撮ってたとか、そういう。いやいや、これね、一番目ですね、今度あの、ここ全部マルヒって書いてあるんですけどね、見えへんのやけど。あ、シールが貼ってあるわ。そう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 、マルヒってマルにヒじゃないよ。もう漢字で書いてますけどね。漢字でもマルにヒって書いてあるんです。この時間ちょっと注目してくださいよ。これマルにヒですよ。マルにヒ。これあのーね、小学4年生の時にハマったんですけど、小4の私はもうこれでいいと思ったんですよ。まあそれは置いといて、なんでそれを。これですね、あの話の中でですね、ヒエがユウスケにビデオを持ってくるシーンがあるんですよ。そのビデオを持ってくるシーンの時に、ヒエが持ってるビデオにマルヒって書いてあったんで、もう幽遊白書は全部マルヒなんですよ。見られちゃいけないんですよ、これを。これも見られちゃダメですよ、人間界の人に。もう霊界のことバレちゃいますからね。もうだから、もう深呼吸。深呼吸、深呼吸言われて私笑い出してもうた。で、あの、14巻取って。14巻、あった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 。そうそう、はぎり、はぎり、はぎり。分かった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 、また新しい名前出てきた。かなめ、はぎり、かなめ、スナイパーな。スナイパー、分かった分かった、戦いそう。はい、というわけで、先ほどのマルヒっていうのの元ネタがこちらですね。あの、あった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 、潜水船の前だったの。あったよ、あったよ。黒のショーって言って、あの、人間界のですね、あの、ちょっとブラックゾーン、人間界のブラックゾーンです。を映したことを映して記録してるビデオテープが霊界には保存されてます。それは人間のひどいところが撮ってあるんですね。こんなことをやっていた。そうそうなんですよ、悲惨な悲惨なことがね、それ見てうわーってなるんですね、みんなね。犯罪録、人間の影の部分を示した犯罪録、それが極秘テープでマルヒって書いてあるんです。おー、ちゃんとちゃんと書いてある。それですよ、これは。そのこのヒエっていう実は妖怪さんが欲しがって見たがってたんですね。
まあ、何のためかは明かされてませんけれども、うん、個人的に多分、人間に執着している鞍馬くんにそのビデオを見せて魔界に戻ってきてほしいという妄想を繰り広げております。マルヒというわけで、そこのシーンからやな。そこのシーンからがマルヒにして、私なぜかそれ2話くらいやと思ってたんですよね。記憶違い、はなはだし、もう一回読み直せ。こんだけ持ってきてるんだけど、もう一回読み直せ。どこが2巻か。14巻や、14巻。難しいな。激しいな。あ、噛んでもった。じゃあ直してる間に。ですね、私もですね、この幽遊白書っていう作品大好きな作品なんですよ、はい、もう私が腐女子にハマるきっかけとなった作品なんです。きっかけ。もちろん私も資料を持っております、うんうん、それが先ほどのこのね、CD とこちらの CD ですね。おさらいだね。あ、ほんとだ。なんか太くない？ほんまや、太くない？ほんまや、まあ、太い、ね、これね、ドラマ CD がスペシャルでついてる方だ。ほんまや、知ってます。ラビが持ってんのは、ラビ持ってんのね、実はね、これね、海外で買ったの。海外すごい。しいやけど、これ見せなきゃいけませんか、これ大丈夫かな。これ見てください。実は海外で買ってきました。ここら辺ね、なんかちょっと日本語じゃないものが書いてある。なんでピース。なんの自己主張や。次行っていいか。楽しい。次行っていいか。楽しい。な、時間な、ないから。あ、そっか、やりたいことあるんやろ、時間ないから、うん、というわけでですね、うん、ラビが持ってきたCD、うん、こちらですね、うん、キャラクターソングというものが入っています。おー、キャラクターソング、はい、キャラクターソングの説明をいたします。こちらのですね、キャラクターがそれぞれ作中とかに使われる歌ではなくて、自分の歌というものを歌うんですよ。それがこちらの CD を買ったら、そのキャラクターが歌ってる歌が聴けるよって。おお、画面の横でうるさいね。気になって説明できへんやろ。大丈夫大丈夫大丈夫。ということでですね、キャラクターソングが歌えるよっていうことは相当な作品のハマりようだってことが言えるわけです。でさ、こちらなんだけど、実はエンディングとオープニングと、あとはね、キャラクターソングの人気があるものをやったベストっていうのが実は出てるんですよ、幽遊白書って。関係ないよ。私が貸した付箋やん。これで好きなシーンに振っといていいよって言うの。というわけで、この裏に書いてあるやつで何か歌えるのとか、好きなやつとかある？微笑みの爆弾。あ、いいね、ちょっと歌ってよ。街の人混み方がぶつかって一人ぼっち。って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 次。あ、次。アンバランスなキスをして、アンバランスなキスを交わして、愛に近づけよう。君の涙も悲しい嘘も僕の心に眠れ。いやいや、眠っちゃったよ。いや、眠ってないよ。次はね、褒められへん。さよならバイバイ、はい、吹きるはずの、心にチャ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 、そっと横切る風は優しく間が取れてもって。これ私なんでやったのか分かるよ。恵子ちゃんが出てくるから。そうそう、あ、伝わった。さすがラミさん、伝わった。エンディングの、そう、アニメの、ね、テロップで出るんですよ。じゃあ次は、もういいよ、いいよ、やっとくから。次は太陽がまた輝くと、はい、手紙が届いたら、ぷぷぷ、封を切らずにそっとしまっておいて、チャチャチャ、時が経った。ご紹介。どうやったら止まるかな。びっくりした。どうやったら止まるかなと思って。そんな実験的な止め方、斬新だすな。面白いから続けてもらって。次は、で次はね、ホームワークが終わらない。いや、もっとがあった拍子、一番初期のエンディングですね。ドキを切り刻んでる、チチチ、いつまでも片付かない。腰を止めに。これ普通歌えって言ったらワンフレーズ止めるねん。4円止まるかなと思ったら次に行きよう。難しい、止めるところ。違うやろ、テレビって難しい。違うやろ。